どうもーいやいや机の下から失礼しますゆでたかのでございます今日は算数でございます家でできる簡単な計算練習法を伝授したいと思います えー、用意するのはトランプで、えー、ございます、まあ、100均でもね売ってますんで、まあ、買ってみてくださいそれをですね、えー、ひたすら足していくというだけの計算練習でございますんでそろばん習ってない方とかはぜひぜひこれおすすめしますんでね、えー、例えば十10出ますね次が十ジャックなんで11ですねなので足して21次4じゃあ25というふうにどん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 足していくんですよ これを続けていくだけ。えー、で、全部ね、えー、やるんではなくて、最初じゃあ、えー、同じ柄で、同じ柄で揃えてみましょう。同じ柄、ハートだけで揃えて、えー、足し算をしていくと。えー、ちなみに、この1から13足したらいくらになりますかシンキングタイム。そうです、91でございます。えー、これね、1から13まで足したら91が、 え4つねトランプでございますんで4つ柄ございますねえー、ハートクローバーダイヤスペードこのね4種類あります 91×4 はそうです364でございますでえー、ジえー、ジョーカーですねジョーカーが2枚入ってますねえー、ジョーカーが2枚入ってるってことは366になるんですよでトランプの大概のゲームって、えー、ジョーカー1枚足してやるから365なんですよね365何の数字ですか そうなんです。1年間なんですね。で、もう1枚足すと366、ウルウドシーになるんですよ。なのでトランプってもともと1年間の占いに使われてたと言われてるんです。そういうゲームでございますので、それを使いながら、とりあえずジョーカー抜いて364になるまで計算してもいいし、1つの柄で91になるまでしてもいいと。で、それができてきたら次、引き算ですね。次364からどんどん引いていくと。 いうゲームもできますこれだけで計算能力ねぐんぐん伸びますんでぜひやってみてくださいちなみに僕あの1つの柄だけ1から13までで、えー、足した、えー、記録ですね18秒やったんでできたら超えてみてください以上ゆでたかののアプリテラコヤでした